謙信だぞ、小次郎。さっき私が対面してきたよ。自分で首を。そうだ。まあ、こういうわけだ。聞いてるのか、小次郎。また例の目を。なんだそのおか。とにかくそういうことだよ。二階堂君は死んだんだ。これだけ不幸が退去してやってくると逆に壮観だよ。笑うな。飲め。じゃあ帰れ。だらしないな。男ならラッパの実、これだ。私は酔ってないぞ。今日一斉に社員が辞表を提出してきたよ。ここにはいたたまれないとさ。私は冷静だ。休暇、お時間、お暇、言い方はいろいろあるがな。私はな、私はパパがいなくなってから半年も事務所を維持できなかった。逆だ。3ヶ月しか経ってないのに事務所一つ持たせることができなかったんだ。私は酔ってないぞ。まあ聞け。見ろこの若く売れた美しい体を。誰にも見せず、誰にも許さず、男を数ヶ月以上も経って、仕事に明け暮れた結果、もうどうだって。ふん、下着姿のまま外に出てって、一番最初に声かけてきてヒヒジジイに体を許してやる。その代わり金はたっぷりといただかしてもらう。それで社員への退職金ぐらいは出せるだろうよ。うるさい。陳腐な論理は振りかざさないでもらおう。こう見えてもな、体には結構自信があるんだ。うるさい。社員に退職金を支払うの。小次郎がうだうだ小言を言うんだ。お前には関係ない。なんだ、なんとか言ったらどうなんだ。さあさあ、いい、元同僚か。じゃあ元同僚、話を聞け。私にはな、まだまだ言いたいことが山ほどあるんだ。
ダメ。私はダメだ。私はもうやだ、やだからな。もう飲めない、飲みたくないよ。もうしてるさ、きっと。私は眠いんだ。眠いの。あ？な、何を？わいせつ行為！じゃあ何？やめろ。人が見てるじゃないか。もうやだ。あ、歩けらり。ふん、私は酔ってないの。そんなに会うわけないだろ。歩けない。小次郎、どういうつもりだ。どういうつもりとはどういうことだとはどういう。ふん、私に恩を売るつもりか。そうだ、私は寝たいんだ。あんまりゆらゆら揺らすと吐くぞ。ふん。小次郎、道が違う。なんだ？うるさい！仕事は私の生きがいだ。言い始めたのは小次郎だろ。行かずごけだろうがなんだろうが、私が働かないであの事務所はどうなる。変わらないな、小次郎は。
大丈夫じゃない。さっきは履けるもんなら履けって言ったじゃないか。履いてほしくないんだな。よし、私はな、小次郎の嫌がることがしたいんだ。気持ち悪い。もう死ぬ。苦しい。うちで、私が洗濯をしてやる。統治法を対応するな。意外かな。じゃあどういう意味だ。お前なんか大嫌いだ。そうしていつも話をはぐらかす小次郎は。そうだ。そう、思い出してきたぞ。昔の嫌なことだ。そう、嫌なことだ。バカか。そう、あれは確か1年前の私の誕生日。せっかくケーキの出来が良かったのに、お前は仕事を理由に帰ってこなかったじゃないか。あの時小次郎は、そう、確かパパと一緒に。そうだ、思い出したぞ。調査を建て前に風俗店で豪遊し、余地さえその代金を経費で落とし。私を覚えているぞ、しっかりとな。悔しくて部屋中をケーキだらけにして、小次郎がどんな顔をするか楽しみだったんだ。ふん、お前は壁をペロッとひと舐めしてデリシャスとか言っただろう。私の気も知らずに。風俗店で女を抱くことのどこが調査なのか。苦しい。気持ち悪い。何笑っている。嬉しいのか。年下のくせに保護者ぶんな。そうだ、また一つ思い出したぞ。あれは、あの時私はな、小次郎の誕生日を純粋に祝いたかっただけなんだ。それを、お前はジムの女の子と飲み屋にしけ込んで、私は部屋で一人プレゼントとごちそうを目の前にして、
丈夫じゃない。小次郎、お前なんてだでも今日はありがとう。何にも言ってない。早く家に行かないと。もっと吐くぞ。ああ、勝手にするさ。一蓮托生か。分かってるよ。すまない。着替えてくる。あとジャケット貸して。洗濯する。その辺に座って待っていてくれ。後でコーヒーでも入れるよ。小次郎、よかった。まだいるな。今着替えてるんだ。もうちょっと待っててくれ。どうしたんだよ、そんなに部屋を見回して。のっくっしょ。はあ、柔らかいベッドはいいな。少しラフな格好で失礼するよ。ま、見慣れてるだろうから構わないだろ。どうしたんだよ、人の顔ジロジロ見て。何の音だ。
まり下は見ないでくれ。どこ見てるんだよ。この膨らみはな、好きな人にしか見られたくないんだ。いや別にその、小次郎なら構わないけど。どうしたんだ、そわそわして。何をやってるんだ。小次郎も疲れているんだな。なんとなく、小次郎が来てくれるような気がなんとなくしたんだ。社員たちはみんな私を見捨てていったのに。ううん、しょうがないんだ。彼らを引き止めておくための努力を私は怠った。結果が全てさ。彼らにだって生きる権利がある。沈みゆく船に同乗する義務はないさ。いいんだ、小次郎だけは来てくれたから。ヒューナ、分かっている。小次郎が何を言いたいか分かっているよ。だけどもう少しだけ。なあ、あの頃のこと覚えている？パパと小次郎と、そして私と、三人でこの事務所を盛り立てていたあの頃さ。パパと小次郎が現場で、そして私がそのサポートに回り、次々と難事件を解決していった。あの時は幸福の絶頂だった。その通りだよ。あの頃はね、もう麻痺していたんだよ。私は幸せを幸せと感じなくなり、自分にとって大切なものを見失っていたんだ。そう、大切なもの。小次郎、お前もひどい男だよ。勝手にパパを警察に突き出して、勝手に私の部屋を出て行って、勝手に事務所を辞めてって、勝手にうちを出し抜いて。私は今日いろいろと考えたんだ。幸か不幸か、することが全くなくなってしまってね。おかげで考えをいろいろまとめられたよ。なぜ私は働いていたのかなって。お前がここを出て行って、私は働いたよ。死ぬ気でね。ふと思ったんだ。私は何をそんなに焦っていたんだってね。私を仕事に駆り立てるものは一体何なんだ。気づいてしまったんだ。何だと思う？なんだと思う？どこ？
小次郎、お願い、もう少しそばにいて。ダメかな。いつもの私？ひどいこと言うんだな、小次郎。いつもの私？お前が一体そんなこと言うなら、なぜ私のところに来たんだ？なんで私に優しくしたんだ？わざわざ家まで私を運ぶな。酔った女なんか解放するな。一人酒の女に声なんてかけるな。小次郎が優しくする。私は甘えてしまった。あ、小次郎、お前のせいだ。お前がいけないんだ。責任を取れ。つらかったんだ。寂しかったんだ。小次郎がこの部屋を、そして探偵事務所を出て行ってからずっと。男なんかには負けない。でもそれは小次郎がいつもそばにいたから。パパも行ってしまった。探偵事務所もダメ。そしてもうダメ。私限界なんだ。小次郎のこと何度も忘れようとしたんだ。だから二階堂君に乗り換えようと考えたこともあったんだ。彼は優しくしてくれた。だけど違うんだ。小次郎じゃないんだ。小次郎、私を、まだ私のことを。小次郎、嬉しい。小次郎、抱きしめて。私のこと強く強く。ねえ、こうやって二人で夜空眺めるの久しぶりね。すっごく綺麗な夜空。今日はいつもより綺麗に見えるわ。本当？本当にそう？そっか。ありがとう、小次郎。大丈夫だ。小次郎、何を考えてるの？そうだね。こうしてこのベッドに二人で寝るのも久しぶりだね。小次郎がここを出て行ったばかりの時はもうひどい状況だったよ。うん、初めの1ヶ月はもう小次郎のことばかりを考えていた。寂しくて切なくて役になったりもしたよ。
でも、なんとか小次郎を忘れるように、なんとか、でも、もう忘れ、小次郎、もう、どこにも行かないで。小次郎のいない人生なんて、もう考えられないんだ。小次郎、私のこと、まだ好き。本当？よかった。もう嫌いになったかと思っていた。ねえ、今日は泊まっていくんだろ？泊まっていきなよ。明日の朝、また朝食、小次郎さえよければ、またここで一緒に暮らしても。あれだけ退去して不幸が押し寄せたというのに、まだやれというのか。小次郎のところに行こう。ダメ？また昔みたいに一緒に。なぜ？なんで？理由を教えてくれるんだろ？何？パパの事務所。そんな言い方、私が邪魔？だったら、それは、小次郎。小次郎、でも、分かった。小次郎がそう言うなら、小次郎、なんだかった。頑張るよ。小次郎に負けないくらい。え、もう？今日は泊まっていくんじゃないの？明日の朝、小次郎が好きなシチューをまた作ってあげる。でも、また私の事務所に遊びに来てくれる？小次郎の事務所に遊びに行っていい？わかった。小次郎、パパの葬式一緒にやって。小次郎がどこかに行ってしまったら、私、部屋の鍵渡しておくね。
受け取ってほしいんだ。ありがとう。ねえ、その私には大切なことなんだぞ。そんなことはない。小次郎はいい男よ。だから小次郎になるべく女らしくなるよ。この男っぽい口調も変えるさ。本当？何？ああ、あの子か。まあね。仕事？小次郎がそう言うなら電話してみるよ。よいしょ。うん、いなかった。誰もだ。二人でどこかに出かけているかもしれない。ああねえ、コーヒーでも入れようか。私のこと？うん、何から話したらいいのかな。もしかしたら泣いちゃうかも。辛いこともたくさんあったから。あ、言ったな。うん。もう。小次郎、行かないで。パパ。
小次郎。あなたバカ、トイレにまで、ま、何、ちょっとどこ行く、なんで、さっきのはあなたに非があるんですからね。で、私に用事があったから来たんでしょ。ということは、座って、コーヒーでも入れるわ。わかったわ。いい香りね。香水をつけているの？おしゃれね。はは、女性の移りがね。そうね。で、単刀直入に何から話せばいいかしら。
それは私と協力をするということね。一つ聞いていいかしら。そう思うに至ったきっかけは何？私たちはこれから協力、お互いのことをもっとよく知り合う。ちょ、な、腰に手を回して、何の悪いけど、そういうジョークに目、あなたの心変わりの理由、もちろん嘘よ。本当は？らしくない理由。いいわ。じゃあお互いの情報を交換。わかったわ。概要は今朝あなたの事務所へ行った時に話したけど、そう、去る組織に勤めているわ。そのボケは今朝やらなかった？そうね。ただしオフレコでお願いするわ。教育機関は得てして未成年の集合の場、閉鎖性も相まって警察では捜査しにくい現状があるわ。防犯思想は基本的に無理よ。ま、未然に防げるな。提訴された事柄を吟味し、まだテストケースで正式な組織として認可され、監視機構が通り名になっているわ。あくまでテストケースよ。ゆくゆく、少し語弊があるけど、ええ、講師に関してはかなり以前から問題視されていたの。ええ、約1000万円ほどの着服疑惑が彼には上がっていたわ。昨日その着服金がどうやら海外へ流れているらしいって分かったのよ。ええ、確かイスラムの文様絵画だったかしら。そこでこの件から降ろされたわ。何か思い当たることでも？聞かせてくれる？詳しくね。にわかに信じられないわ。すごい事件を追っていたのね。で、その偽物のコウさんは一体どこへ？私と小次郎の接点はコウという人物、そして文様絵画、あと、ええ、でもこの発想は北条さんのものな。知っているの？彼女はね、内閣調査室、わからないわ。わからないの？ただディレクターの殺人があって私が通報したじゃない。そこへ彼女と彼女の上司がやってきていたわ。私はとっとと帰れって言われたけどね。こんな屈辱は初めてよ。な、何よ、笑ったりして。そうだったわね。私はその時ディレクタールームで手がかりを探していたの。ええ、彼女のことをまだ監視機構の新人だと思ってふと聞いてみたのよ。1000万円ほど着服するとしたらどう隠蔽するかって。正直驚いたわ。
部屋内の様子と本棚を少しだけ調べて文様絵画まで到達してしまったのよ。悔しいけど信憑性が高いわ。まず内調のエージェントですもの、当然といえば当然だけれど。どうしたの？聞いていいわよ。それはわからない。目録みたいのがあったけど口じゃ説明できないわ。無理よ、ディレクタールームにあるもの。ダメよ。そのどさくさに紛れてディレクタールームへ入るってこと？犯罪よそれは。捕まったらどうするのよ。無責任じゃない。もう信じられないわ、私が犯罪の片棒を担ぐなんて。そう願いたいわ。全く信じられない、犯罪の片棒を担ぐなんて。御堂氏？ええ、御堂氏の後をたどればディレクターにたどり着くと考えたの。彼はエール外国人学校の名誉理事という役職を拝命しているわ。経理のほか内部事情にも精通しているはずなのよ。ま、疑念くらいは持つと思うの、よほど間抜けじゃない限りはね。だけどなぜか表立った行動がないわ。可能性の問題よ。全てを疑えは捜査の基本じゃない？大した自信ね。さっき聞いた桂木探偵事務所とかいう署員？依頼のダブルブッキングは業界じゃよくあることっていうじゃない？へえ、小次郎は良心的な探偵というわけ。会う？どうやって？門前払いに決まってるわ。ふーん、というと内情は不安定？呆れた。なんてマイペースなの。明日あなたのところへ行くわ。困るわ、昼だと他の女生徒に見られるかもしれないじゃない。当たり前でしょ、女子寮に男を引っ張り込むわけにはいかないのよ。何よ。私はただ仕事に支障をきたしたくないだけ。帰るの？わかったわ、明日あなたの事務所へ行くから。あなたって人が時々わからなくなるわ。間違ってもここに来ないでね。ちょっと、
結構データがまとまってる。僕の思った通りだ。やっぱり小次郎も御堂氏を怪しいと睨んでるんだな。メモしとかないと。え、小次郎、そのごめん。心配してくれるの？二階堂さんが自殺したのは知ってる？あれは自殺じゃないんだ。今はまだ言えない。でも確証ができたら小次郎に言うよ。もう二度としない。ごめん。小次郎、動かないで。そう、それでいいわ。切れ味のいいナイフよ。なぜそう思う？彼女はどこ？どこにいるかと聞いているの。ここにいた金髪の女の子よ。とぼけても無駄よ。あそこに彼女の赤い服に帽子があったわ。さあ、どこへ行ったか言うのよ。言いたくなった？売ったのね、あの子。なんて男。もちろん信じないわ。大した度胸ね。でも利口じゃないわ。その態度はあなたを苦しめるわよ。いい子ね。で、
よく鍛えられているわね。私をどうする？拷問は私に効かないわ。そう訓練されている。やはり知っていたのね、シリア。偽名よ。それに便宜上のものでしょ。女を銃で脅して脱がせようっていうの？撃てっこないわ。本気みたいね。脱いだわ。大した傷じゃないし、あなたには。妙な呼び方をしないでくれる？グロックのカスタマイズバージョン。素人じゃなさそうね。素人が私を組み伏せて銃で威嚇をするの？銀河系に住む地球人。嘘は言っていないわ。な恥ずかしめを受けるくらいなら。分かったわ。これでいい？嬉しくないわ。胸のことは言わないで。意味？胸のことは。なあ、小次郎。また二人で一緒に暮らそう。もう寂しいのには耐えられない。パパが死んだ今、もうお前だけだ。小次郎。僕の無念は M 次郎。鍵は彼が握っている。小次郎さん、ディレクターは代々エルディアの王家に仕えていたそうですよ。ごめん小次郎、僕は絶対特ダネをものにするよ。大使館を見張ってれば彼がそう言うんだと。私たち協力ができると思うの。きっと今回の事件には裏が。これは私のプライドなのよ。彼女に渡したいものがあるのよ。どこへ行ったか知らないかしら。お風呂になさいますか？
それともご飯になさいますか？お掃除が私大好きなんです。小次郎様の事務所をきれいにして差し上げますね。でも小次郎様、私小次郎様の言わなくちゃならない言葉、私は彼女はね、賞金組なんですよ。あ、やっと起きた。お目覚め？